の学びや。受け身ラボ、後ろ受け身、起き上がり方です。倒れて腹筋を使ってよいしょってこう立つ人がいるんですけれども、それをね連続で受け身取ってる時にその受け身をすると、まあ、腹筋を鍛えたければそれでいいんですけれども大変ですよね。受け身はあくまで相手の力とか呼吸とかを感じて行うものなので、常に鳥の肩を感じる。どうすればいいのかっていうと、お腹から意識を上にスッとこう向ける、それでこう立ち上がることができます。でさらに目の前に相手の方がいるわけなので、その肩にお腹から向かっていくっていう感じですね。構えて立ち上がるっていうのも一つの手です。もう一つはこの姿勢の力を使う、ここでこう手を合わせるだけでスッと体が自然に立つと思います。やってみてください。